古川流星は、福岡県出身のプロサッカー選手。ハンガリット FC 所属。ポジションは主に WG。6歳からボールを蹴り始め、中学1年生から中学3年生まで、中学校サッカー部でプレーした。個人としては選抜などに選出された。高校1年生から高校3年生まで、東海大学附属福岡高等学校をプレーし、卒業後に、オーストラリアに渡航し、 パラマッタ FC のトライアルに参加、同クラブへ入団することが決まった。その翌年にバンクスタウンシティ FC に移籍した。同年にコロナウイルが、オーストラリアでも急拡大しリーグ戦は1試合のみで中止となった。その後、2020年の7月にリトアニアへ舞台を移し、同国の2部リーグに所属する FK ミニアとプロ契約、そしてこの地でプロキャリアをスタートさせた。 2021年7月、モンゴルナショナルプレミアリーグのハンガリット FC と契約。リーグ戦初出場は7月25日のタイデレン FC 戦で、この試合では先発出場して78分までプレーし、19分にフリーキックから1アシスト、さらに60分には、左サイドを華麗なドリブルで突破し、クロスから2アシスト目をマークして、印象的なデビューを飾った。 今シーズンは11試合にゴール5アシストをマークし、アシストランキング4位でモンゴル初シーズンを終えた。ありがとうございます。